かすみみたまの現世幻談チャンネル。校庭にいる。小5の時、親の離婚で母方の祖父母や親戚がいる田舎の学校に転校した。東京から来た私はもともと人付き合いが得意な方ではなかったし、田舎の人特有の露骨な視線が苦手でクラスに馴染めずに孤立していった。ある秋の日、席替えで窓側になった。国語の時間だったか、ぼーっと窓の外を眺めていると、校庭の遊具がある広場のあたりにこちらに背を向けて佇んでいる男性を見つけた。白髪混じりの頭部にアイボリークリーム色のハンチング帽らしき帽子、同系色のベスト、グレーのチノパン。なんとなく釣り好きな祖父を思い出し、釣り人風の格好だなと思ったのを覚えている。用務員さんかなとも思ったが、微動だにしない様子に若干違和感を感じた。当時は今よりもだいぶ緩くて、さらに田舎だったこともあり、校内に近所のおじいさんが入ってきて勝手に花壇に水やりをしていたりと、地域住人が自由にしていたんで、校庭に人がいるだけではさほど驚かなかったが、なんとなく嫌な印象を受ける。でも私には気軽に話をできる人もおらず、その違和感を確認したり共有する術がない。その場はもう気にしないようにするだけで精一杯だった。だがこの日から毎日、校庭のどこかで必ずこの男性を見るようになってしまった。よせばいいもの、私の目は自然とおじさんを探していた。遊具付近、校庭の端にある桑の木の下、北門のあたり、校庭のど真ん中、いつも同じ服装、同じ体勢。生きている人ではない、そう思った。こうなってくると授業にも身が入らない。恐怖から来る挙動不審な態度を何度も先生に注意された。その度にクラスメイトたちから冷ややかな視線を向けられ、クスクスという嘲笑が上がる。耐えられないと思い、意を決して担任に相談しようと放課後職員室を訪れた。担任は普段おとなしい私からの相談にちょっと意外そうな顔をしたが、自分の目の前に簡易椅子を広げて座るように促してくれた。私はそこに腰掛け、何から話そうかと思案していると、鼻をつく異様な匂いがして顔をしかめた。例えるなら洗っていない水槽の匂い、生臭い魚のような匂い。顔を上げて先生を見る。ギュッと心臓をつかまれたような感覚がして、全身から冷たい汗が噴き出した。不思議そうな心配そうな顔でこちらを見る先生の背後数メートルの位置に、あのおじさんがいた。いつもの服装、こちらに背を向けてうなだれるようないつもの体勢。そして至近距離でおじさんを見て気がついた。全身が濡れている。ところどころ見える肌はぶよぶよにふやけているようだった。じわっと股の部分に生温かい液体が広がっていく。先生が何やら私に問いかけたりしている様子だったが、私の意識は完全におじさんにしか向いていなかった。周りの音は全く聞こえない。その中でおじさんからギギギという歯ぎしりのような音がしてくる。ゆっくりとこちらに向き始めている。
おじさんの横顔が、白濁した目玉が、その目玉からうぞうぞと湧き出た一匹のウジがぼとりと地面に落ちた。そこでブツッと意識がなくなった。目が覚めると病院のベッドに横になっているようだった。頭の中は真っ白でぼーっと天井を眺めていた。柔らかいオレンジ色の陽光が窓から差し込み、幽谷であることがなんとなくわかる。私ちゃん、母の声だ。母の一言で祖母や祖父が顔をのぞかせ安堵の声を漏らした。どうやらあれから3時間ほど経っているようだった。総合病院に救急車で運ばれ、検査を受けてから病室に移動した直後だという。ようやくしっかりと目が覚めた私は急に怖くなり、先ほど自分が見たものが近くにいないかどうかを恐る恐る確かめた。が影も形もなくなっていた。その様子を見ていた母が私のベッドに腰掛けて私の肩を抱くと、何があったの？先生に相談があったんでしょ？と聞いてきた。あれを話したところで信じてはもらえないだろうとも思ったが、全部話してと促され、疑われることを覚悟で全てを話した。全てを話し終える頃にはいじめなどの校内暴力を危惧していた母や祖父母は私のあまりに突拍子のない話に絶句していた。それでも何とか信じようとしてくれているのが分かり、母に怖かったねと言われて強く抱かれ、こらえられなくなり大泣きした。私は登校するとまたあれに出くわすのではないかという不安で学校に行けなくなり、以降不登校になった。小学校卒業までを自宅で勉強して過ごした。そこから数年が経過し、高校に上がった頃、あのおじさんの正体について知ることとなる。高校で初めてできた友人たちと何とはなしに怖い話をしていた時だ。それまでずっと誰にも話すことはなかったあのおじさんの話。おそらく長い年月の中で恐怖心が和らいでいたからだろう。とっておきの怖い体験として語った。すると友人の一人の顔がみるみる青くなり、話し終えると、それって〇〇小学校の話じゃない？と聞いてきた。まさにその小学校の話だったので驚いたのだが、学校名を聞いた他の友人たちからも、もしかして聞いたことあるかも、というような反応が上がる。私ちゃんは転校してきたんだもんね。知らなくて当然だわ。と話してくれた内容はこうだった。当時から20年ほど前、その小学校のプールで遺体が上がったのだという。夏に役目を終えたプールは、秋から翌春まではビニールを張っていたのだが、そのビニールの下に隠れていたのだとか。身につけていた衣類や一緒に見つかったカバンの中身から県外から来た60代男性であることが分かった。おかしなことが多くあったものの、警察は事故として処理をし、村の有力者より観光令が敷かれたために大々的に報じられることはなかったのだと。それを聞き、古い校舎の割に新しめなプールが異様であったことを思い出し、身震いした。おそらく祖父母や母は知っていながらも黙っていたんだろう。私のトラウマを思い起こさせないために。なぜ私とおじさんのチャンネルが合ってしまったんだろうか。おじさんは私に何を伝えたかったんだろうか。何もわからないままだ。